お疲れ様でです、すストーンさんっかの株です日々 FX をやっていながらストーンさんの存在をちょっと気にしているとねやっぱ株の情報も入ってくるようになりましてというよりも株の情報も目につくようになったと言ったらねあの正しいのかもしれませんその中で元三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券勤務エリオット波動研究の第一人者とされているのが宮田直彦という方らしいんですけどもこの方ねたった今知ったんですよ で、この方はあ歴史の表舞台から姿を消したりまた現れたりとかさまざましてるみたいなんですけどもご存知ですかね FX 業界の不運児というふうに呼ぶ人もいたらしいんですけどもまあね誰をどう呼ぶかっていうのは自由ですからねでこの宮田直彦さんがマネースクイアマーケット情報に絡めて、まあ、こんなことをね言っているんではないかというふうに情報が入ってきたんですよそれがちょっっとね、不可解なものだったんで ストーンさんのおに入れてていこうかと思いましてちょっと話を聞いていいてただければとと思いますちょっと読み上げますね、27年ぶりの円安、強いドル、日銀の緩和姿勢、海外のインフレ、日本の物価安定、ロシア、中国、北朝鮮の衰退など、これらは1980年代後半のプラザ合意直後の経済状況に酷似しており、もしかしたら本当に海外マネーの日本株への流入とバブル再来が遅れ得るかもしれません。 まあここまで読んで私も感じるんですけどもうんまあでもロシア中国北朝鮮の凋落が起きたとしてもそんなに上手に日本に期待するようなそういったネタがありますかね。まあ、けど有事の際の日本株有事の際の日本円っていう言葉もあるんで盲目的に日本に再投資をする流れができないとも限らないんですけども。 超ラッキーですよね、そんなことがあったら。ちょっと、レポートを続けますえ。個人的にはこの10月に日米株価は底をつけ、年末年始から日経平均が草、過去最高の高値更新4万円の大台を狙っていく可能性を感じています。この言い方ですよ。4万円の大台を狙っていく可能性って言ってからね、二重で曖昧な表現使ってますよね。狙うってことは4万円いくかどうかわからないってことだし、 それから可能性と言われたらね確かに4万円の可能性はゼロではありませんけども現状どうですかね8,000円から10年かかって2万8,000円9,000円3万円まで何とか来ましたけども3万円をトップにまた落ち込んできているのが現在の状況だと思うんですよここからどんな要素を加味すると4万円にいくのかなと思いますけどもまあでもね実際に株価っていうのはどこまでも上がるはずではあるんですよマーケットがね広がり続けてますからね どうなんですかねちょっと文章戻ります。ここからは現物で日経平均のレバレッジ ETF とトピックスの高配当有料株を長期で例えば2024年までの投資スタンスで臨もうかと思っていますと続きます。えー、あ以上ですね。こんな感じでレポートが出てるんですけども、まあ、つまり要点はこのなんだかね宮田さんっていう方がいろいろ言ってるんだけども 日経平均はここれかかからバブルの時代4万円を目指すすではなかろうううとというふうな声も出てるってことですよ、ね、まあちょっと行動向けなような気がしますけどもどうなんですかねちょっとそこまで日本株に将来をかけていいような要素は見つからないんですけどもでも日本が犯してきてしまった20年30年の,その失われた何十年とか言いますけどねこれと同じようなことが。 ロシアではこれから失われた2 3 0年っていうのが始まるしロシアそのものが分割統治さされる可能性もありますよねらなるロシアという国が小さな小国に分解して事実上ロシアという国はこの地上から消えるみたいなこともあるかもしれませんし、うん、かつてほらソビエト連邦がなくなったみたいに。 ロシアという国がもしかしたらもっと小さなね各州というふうな形にうん小国になってしまうのかなまあ何にしてもちょっとプーチン政権は今回で終わりでしょうねどう考えてもねそしてそれを引き継ぐような体制も相当できそうにないので小さな自治州に分割したりとかそれからちょっと考えにくいことですけども中国アメリカとの分割統治 であの各自治区みたいなことが起きたりとかで北方領土などのロシアにぶんどられた土地が日本に帰ってくるというね目もあったりとかでなんか大混乱すするんではなかかろうかと思いますね、うんまあ、考えればきりがないですけどもそれから中国の潮落です中国はこれから超少子高齢化に突入してそれこそあの誘拐でもしてこないと人口が人口バランスが埋められないような形になってるみたいですよね。 あと不動産ですか100万人都市のオルドスってところにはたった3万人しか住んでなくてゴーストタウンになってるという話も5年前6年前からね、あのー、聞いていることですしねそれこそ世界最大のショッピングセンターのテナントがほぼ入っていなくってオープンと同時にガランドーみたいなことになったりとかねそれから三峡ダムの話ですとかゼロコロナ政策の失敗その他本当に めちゃくちゃゃくになっているるところもあるしでもそこまでひどくないと持ち直す可能性もあるんではないかなっていうところもあったりまあいずれにせよ軍事費にバランスの重点を置きすぎた国っていうのはその軍事費を支えるための国民の力がなくなってしまうってこともありますしね、うん、さあ話長くなりますんでこの辺にしときましょうかはい余計な話もしましたけどもズバリストーンさんこれからの株式どういうふうになっていくんでしょうかちょっとコメントいただければ幸いでございます